おはようございます。ももくさん、ルポツさん、おはようございます。おはようございます。今日は涼しいです。まゆちゃん、かずさん、ルルさん、アンリビさん、おはようございます。今日はですね、昨日と違って やっぱり涼しくなりました。そしていい天気です。あ、いい天気でもないか、曇ってる。あっちが青空、あっちが青空出てますね。少し青空出てます。まあいい天気と言ってもいいかもしれません。少し曇ってます。はい、ひこさん、はい、おはようございます。納豆さん、おはようございます。涼しくなって、本当に体調が良くなってくるのではないでしょうか。まあその湿度が低いということで、非常に、体調が良くなってくるかもしれません。これからですね、少し、体調の悪い方は、体調を回復する時かもしれませんね。私もですね、これから少し、このなんて言うんでしょうかね、活動的になりたいと思います。有馬さん、おはようございます。元彼さん、おはようございます。ジゼルさん、おはようございます。昨日はですね、喧嘩は半日であると、喧嘩は半日であると、何かですね、こう逆説的というか、と思う方が、いらっしゃると思うんですが、私たちの問題点は私たちの中にある罪ですよね。その罪という問題を解決する唯一の方法が十字架です。私たちは自分の罪を自分で、解決できないんですね。例えば犯罪を犯した人が、その人がですね、その自分の罪を自分で無罪にはできません。犯罪を犯した人は、裁判で無罪にならなければ無罪になりません。と同じように人間の罪を、神様が無罪にしてくれなければ、無罪になりません。私たちの罪を許してくださる方がいます。それが、天から使わされてきたイエス様です。イエス様は私たちの罪を許すためにこの地上に来て、私たちの罪を身代わりに負ってくださった方。多くの人はですね、なかなか罪が分かりません。裁判でもですね、なんて言うんでしょうかね、罪を認めるか認めないかというところが大きいですよね。罪を、認めて悔い改めるときに罪が軽くなるというのがありますね。しかしもし罪を犯しても罪を認めなければ罪が重くなる、普通の裁判でもそういうのがあると思うんですが、神様に対する罪、神様に対する罪がですね、認めた場合に、第一ヨハネ一章にありますが、罪がないというならば自分を欺き神を偽り者とするとあります。もし罪を認めるならば神は良い方で、イエス様の血潮によって罪が許されるとあります。ですから私たちは、自分の罪というものを放置してはいけないわけですね。放置してはいけません。私たちは自分の罪というものを認めて悔い改めるときにイエス様が許してくださいます。ヤギさん、日本人に韓国と仲良くするように言うなら、同様にイスラエルをパレスチナと仲良くするように言うのが筋ですね。その通りですよ。
その通りです。私たちは誰に対しても同じメッセージですね。誰に対しても同じメッセージ。カズさん、おはようございます。私たちは、悔い改めなければならないのは全ての人間ですね。全ての人間が、悔い改める必要があります。ですから、クリスチャンが、まず信仰を持つときには自分の罪を認めて悔い改めて、そしてイエス様を信じて信仰生活が始まります。まあ、その時ですね、その信じた後も、ね、信じた後も自分の心の中の、罪というものを悔い改める必要があります。ライオンさん、おはようございます。はい、そして、まあ献金とか献中というのはまさにその自分の中の罪の表れなんだということですね。差別とか、いじめというのは人間の罪の表れなんだということです。ですから私たちは敵を捨てる必要があります。聖書にはですね、心の中の怒り、憤り、妬み、そしり、悪意、悪い言葉を一切捨てなさい、一切捨てなさいとあります。まあ、それは悔い改めるということと同じですね。私たちは自分の中にある敵をまず認める必要があります。私たちの中にある敵、悪意をですね、認めてそれを捨てる。まあ、捨てるというのは、まあ、やめるというか、それを罪と認めて悔い改めるということです。そうするならばイエス様の血潮によってそれが清められる、つまりなくなっていくということですね。怒りがなくなってくる、憎しみがなくなってくる、敵意がなくなってくる、そこに平和が生まれます。そこに平和が生まれます。ですから、クリスチャンは柔和になっていきます。柔和で寛容に親切になります。それは敵意がなくなってきたという一つの、証というか実ですね。実、クリスチャンがだん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 優しくなっていく、クリスチャンがだん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 柔和になっていく、怒らなくなってくる、寛容になっていく。それは、悪意がなくなってくると同時に、ね、悪意がこうなくなってきます。敵意がなくなってきますね。そうするとだんだん柔和になっていく、だんだん寛容になっていく。そうです、ルルさん、その通りです。世界中の人がクリスチャンになるといい。アメン。そうなんです。世界中の人がクリスチャンになればどれほど世の中が良くなるか、神の国になるんですね。神の国になります。ですから私たちは、昨日の朝は救われるものは少ないという、救われるものは少ないという、タイトルだったんですが、少ないかもしれないね。少ないかもしれないけど、一人でも悔い改めて信じることが必要。そう考えます。馬さん、おはようございます。そういうわけで、私たちは、イエス様を伝道する、イエス様を伝道するというのは、そういう敵意がなくなってくる人たちを増やすということであり、また私たちが、兄弟姉妹は、ますます敵意がなくなるように祈っていく必要があります。私もそうです。私も自分の中にある敵、悪意を日々悔い改めて、日々悔い改めて、それをイエス様に、取ってもらう、許してもらう。そして、私たちの心の中が敵意のない、悪意のない、
憎しみのない、怒りのない、綺麗な心を目指す。イエス様のように。イエス様の中には全く敵意がありません。全く悪意がありません。イエス様の心の中は愛に満ちたお方。神の愛に満ちたお方です。私たちも、そのような、イエス様のような心を目指して、イエス様のような心を目指して、まあ、ダイヤモンドのようって言ったら語弊があるかもしれません、ダイヤモンドのような綺麗な心、純金のような綺麗な心、シミもシワも非難されることのないような綺麗な心を目指す必要があると思います。太郎さん、爽やかな朝です。まさにハレルヤ。私たちはそういう目標があります。私たちの日々の生活はそういう訓練でもあります。まあキリスト教にはまあ修行という言い方はしません。他の宗教はね、修行という言い方をしますが、私たちは修行という言い方をしません。しかし、その信仰の訓練という意味では、その私たちは、日々悔い改めて、作り変えられていかなければなりません。また御言葉を学んで、その御言葉はまさに私たちの心が変えられていく、清くなっていく、成熟していく、それは御言葉はですね、そのように導いているのです。はい、そういうわけで日本が今、嫌韓ブームなのは、むしろかえって逆に嫌韓を通して神様が日本の罪をあぶり出しているのではないでしょうか。罪がわからなければ悔い改めることはできません。世の中にいろんな災いがあって、いろんな問題があるのは、神様が、人間の罪をですねあぶり出している。いろんな社会問題というのは人間の罪のあぶり出しとも言えるでしょう。どうしてそんなひどいことが起きるのか、なぜそんな犯罪があるのか、なぜ殺人があるのか、なぜトラブルがあるのか、それは人間の罪を理解するためのあぶり出しと言えるでしょう。ヒロさん、おはようございます。素敵な朝です。アメン。ドロッキさん、なぜ神がいるのに非業の死が存在するの？それはまさに人間の罪のあぶり出しです。人間の罪のあぶり出し。神様はあなた方の中の敵意が問題なんですよ。あなた方の心の中の、その傲慢が問題なんですよ。あなた方の心の中の憎しみが問題なんですよ。それを神様はあぶり出しているんですね。ダラクさん、おはようございます。近所さん、すべての人は愛される信仰しましょう。アメン。ドロキさん、虐待された子に罪はあるの？すべての人間に罪があります。そういうわけで皆さん、私たちは問題点をはっきりしなければなりません。問題点が分かれば、その
答えもわかるのです。人間の問題点、人間の問題点。ピンクさん、おはようございます。人間の問題点は、神様に対する罪ですね。神様に対する罪、それはなかなか見えません。何も悪いことしてない、自分の心の中に罪はないと多くの人は思っています。ヒロさん、罪を悔い改めると素直で正しいすべき行動がなぜか見えてきます。アメン、アメン。罪によっていろんなものが、見えなくされています。自分の罪は、いろんなものの目隠しになっています。ですから罪を取り除くといろんなものが見えてきます。イエス様は例え話で、目の中に丸太があるのになぜ人の塵を、取ろうとするのかという例え話があります。目の中に丸太は入りません。それは、誇張しているわけですけど、つまり、現在があると、自分の罪に気づかないで人を責めてしまう、人を裁いてしまうよということですね。多くの人が、敵意があるのは多くの人に敵意があるのはその自分の罪のせいなんだということですね。自分の罪によって人を裁き人を責めてしまう、そこに社会の問題点があるということです。ですから自分の罪を認めて悔い改めるならば、人を責めたり人を裁いたりすることがなくなってくるということです。罪をあがなうには何をしたらいいですか？太郎さん、イエス様があがなってくれたんです。イエス様が、十字架であがなってくれたんですから、そのイエス様を信じてイエス様を受け入れ、イエス様に従っていくことによって私たちは罪があがなわれるんです。十字架によって罪があがなわれるんです。別な言い方をすれば、十字架によって聖霊を受けることができます。聖霊を受けることによって聖霊様に導かれて歩むならば、罪がないのです。罪が許されているのです。聖霊様は、救いの保証証人だと書いてあります。ヒロさん、自分の罪により人を裁き人を責めてしまう、自分の罪を許し、他人を許す、悔い改め素直になる。そうですね、人を裁くことが結局その自分の罪の特徴というか、罪があるから人を裁く、罪があるから人を裁くと言えるでしょう。ですから悔い改めるならば、悔い改めるなら罪が許されて人を裁かなくなってくると言えるでしょう。ライオンさん、テレビの洗脳を受けている人に神の存在を教えてあげました。アメン、アメン。リボンさん、偉大な万物の創造者である神をたかだか人間が理解できるわけがないのに、宗教家はなぜか神のことを理解できてるの。牧師は神より上の存在なの。いえ、そんなことありません、そんなことありません。神様の方がはるか上ですね。私たちは神のことを理解したのではありません。イエス様が教えてくれてるということですね。イエス様が、神様のことを教えてくれてるということですね。あ、ございます。ですから私たちは神を超えることはもちろんできません。
むしろ、神様を認めることが大事だということですね。神様を認めないことが罪、神様に従わないことが罪ということですね。太郎さん、牧師に階級のようなものがありますか？イエス様はおっしゃいました、ね、あなた方はみんな兄弟である、ね、先生はただ一人、先生は一人、ただ一人、あなた方は兄弟ですということですから、牧師に階級はないということですね。また、クリスチャンに階級はない、ね、みんな兄弟姉妹、兄弟姉妹とイエス様はおっしゃいました。信じる気持ちはどうしたら信じれるようになりますか？山本さん、いい質問ですね。信じたいならば、信じたいならばイエス様、信じれるようにしてください、信じる心くださいと祈ればいいのですね。誰でも信じれます。自分の力では信じれません。自分の力では信じれませんが、イエス様、あなたを信じたい、信じる心ください、信仰くださいと祈ってみてください。きっと信じることができるようになります。会ったことのない人をどうやって信じたらいいですか？イエス様の言葉ですね。イエス様の言葉を聞いて考えてみてください。正しいなら信じれるでしょう。正しいと思わないなら信じれないでしょう。ヒロさん、悔い改めるならば親に許してもらうように、聖霊様や神様に許してもらえるですね。キューちゃん配信に来ると罪が軽くなり心が晴れます。アメン。ヒロさん、イエス様を信じる心をください、信仰をくださいと祈ると信じる心が得れる。アメン。神が見えてないというのは視力がないのではなくて、罪によって、神が見えないようにさせられているということですね。罪があると闇なんですね。闇というのは、まあ、暗いですよね。暗いと何も見えない、人の心も見えないし、自分の心も見えないし、神の心が見えないんです。罪が許されると人の心が分かる、自分の心が分かる、まあ、神様の心が分かる、そういう感じですね。ダラクさん、悪コメをする人はサタンに侵されているのでしょうか？侵されているんですね。騙されています。サタンに騙されて悪コメを正当化されているというか、悪コメを打つことは、当然だのように騙されていると思います。ライオンさん、昨日私の放送に来たリスナーがみんな素直でなんとなく変わってきた感じがします。アメン。ヒロさん、暗いとやるべきことが見えてこなくなりますね。信仰を通して明るく照らされていないと。その通りです。池本さん、ああなるほど、エヴァは確かに見えないかもしれない。彦さん、ローマ法王と普通の牧師と同じ階級ですか？イエス様おっしゃいました、あなた方はみんな兄弟です。あなた方はみんな兄弟ですと言いました。私たちは、先生はただ一人です。先生はただ一人です。信じないことは罪なんですか？イエスキリストを信じないことは罪なんです。なぜイエスキリストを信じないことが罪かというと、イエス様は神から使わされてきたお方です。ですからイエスキリストを信じないということは神を信じないことです。神を信じないことが罪です。神様がこの世界を支配し、愛を持って人間を愛してくださっているのに、その神を信じないということは罪です。そしてその罪を許すために、神を信じれるようにしてくださったのがイエス様です。イエス様がこの地上に来たのは、神を信じることができるようにしてくださったんです。
多くの人はせっかく神を信じるチャンスなのに、イエス様が来てもイエス様を拒絶してなおさら罪を増し加えています。多くの人は、神を信じるチャンスを、失っているわけですね。神を信じるチャンス、罪が許されるチャンスを自分で捨てています。太郎さん、悪コメはやめた方がいいでしょうか、それともキューちゃんのために続けた方がいいでしょうか。もちろんやめた方がいいですね。信仰コメ打ってください。信仰コメ、神どっちが、太郎さんどっちが神の栄光を表しますか、信仰コメですか、悪コメですか。神の栄光、神の栄光を表す、神の栄光を表す方を選びましょう。神の栄光を表すために私たちは生かされているんです。ヒロさん、質問ですが、異宗教の人もキューちゃんの配信を聞くことを歓迎しますか。大歓迎ですね。大歓迎です。仏教の人もイスラム教の人も新興宗教の人もヒンズー教の人でも、むしろ全ての人が放送を見てイエス様を知ってほしい、イエス様を知ってほしいと思います。アイポンさん、おはようございます。リーボンさん、中国の教会を軍服の警備兵が見張っていました。リーボンさん、中国には2種類の教会があるんですね。政府が管理している教会と、地下教会と2つあります。で、政府が管理している教会は自由がないんですね。自由がないんです。政府が、警備員がいますね。しかし、地下教会は、地下教会は政府の管理から離れて、まあ、本当の教会という本当の教会でイエス様の教えをします。で、当然ですね、本当の教会は、共産党独裁を反対しています。しかし、政府の認めている教会は共産党を反対できないですね。共産党反対したら認められなくなります。でも本当の教会は共産党独裁に反対しています。それでは明石タイムいきましょう。野猿さん、確かに敵意は捨てないとダメですね。そうです。その敵意を捨てるためにはイエス様を信じないと。イエス様を信じると敵意がなくなります。でも敵意を捨てようという決心、敵意を捨てようという悔い改めが必要だということですね。共産党はですね、共産党という偶像ですかね、共産主義という偶像が、独裁になっていますね。それでは、イエス様を信じて、イエス様を信じて敵意が問題だということが分かった。イエス様を信じて敵意を捨てようと決心した証。イエス様を信じたら敵意がなくなってきた証。イエス様を信じたら、イエス様が、敵意を取るために十字架にかかったということが分かった証。スタートスタートスタート、スタート。敵は道連れにして燃やします。ああそうですよね。どういう意味かな、ごめんなさい、意味が分からなかった。イエス様を信じたら敵意と重荷が消えました。
イエス様を信じたら敵意と重荷が消えました。ダラクさん、イエス様がキューちゃん、私はイエス様じゃないですよ。長生きして配信頑張ってほしい。はい、頑張ります。ヒロさん、敵が問題だとちょっと考えていました。イエス様を信じたら敵がすっと軽くなり、親戚を温かく感じれるようになりました。持続したいです。アーメン。レンさん、イエス様を信じ邪悪な妖怪からの願いを叶えるのをやめます。モークさん、イエス様を信仰し寛容になり穏やかになれました。イエス様から愛をいただき、敵意や憎しみから解放されました。アメン、アメン。ライオンさん、敵意を持たず全ての人を愛そうと心がけています。アメン。ダラクさん、イエス様のお使いであるキューちゃんの牧師が長生きし、たくさんの配信ができることになります。ありがとうございます。ありがとうございます。私だけではありません。クリスチャンはみんなイエス様の使いです。クリスチャンはみんなイエス様の使いですから、皆さんが伝道してほしいです。皆さんが活躍してほしい。サタンをやっつけるのに、鬼太郎と呼んだ方がいいですか。いやいやいや、鬼太郎と呼ばないで、ね、方がいいと思いますね。はい、ライブスタッフさん、おはようございます。池本さん、クリスチャンは正義のためなら嘘も許されると感じているのですか。嘘というのは、サタンがつくものです。私たちは、嘘をついてはいけません。しかし、聖書の中にはですね、兄弟を助けるために、兄弟を助けるために嘘をつくとこがあります。ジェリコに入ったエリコ、ヨシアをラハブが嘘をついて助けました。そういう嘘は、いいと思いますね。そういう嘘は、当然良いことだと思います。ヒロさん、人が亡くなると悲しみや後悔が絶え間なく押し寄せます。同時に怒りやら指摘など責める気持ちが入り交わります。ですが神を考えるとそれらが収まり、穏やかに温かい眼差しの光を感じます。アメン、アメン。ジダンさん、やはり牧師が若々しいのは信仰のおかげですか。その通りです。油注ぎがあると、元気になります。油注ぎがあると元気になって若々しくなります。池本さん、私はそう考えますね。正義のための嘘というのはあり得ると思います。太郎さん、怒りを鎮めるにはどうしたらいいですか。怒りの対象である方を許すことですね。太郎さんが怒ってる対象の人を許すんです。そうすれば怒りがなくなってくるでしょう。許さないとね、
怒りはなくなりません。ヒットさん、牧師は三度の飯よりキリスト教は好きですか？イエス様が一番大事ですね。イエス様が一番大事です。太郎さん、キューちゃんを許します。ありがとうございます。許してくれてありがとうございます。レンさん、どうしても許せないと思った時どうしたらいいんですか？イエス様が許す心をくれますから、許しますと宣言することですね。レンさんが誰かに対して誰々を許しますと宣言すると、イエス様が許す心をくれます。人間の心は許せません。イエス様が助けてくれて初めて許せます。マリちゃん、なかなか言えない、言わないと、言わないと憎しみがなくなりません。言わないと怒りが残るんです。そうすればマリちゃん自身が苦しむんですね。マリちゃん自身が憎しみや怒りによって苦しみます。だから自分のために、自分のためにも言わなければなりません。キュウちゃん、ボランティアしたことありますか？まあ、この放送ボランティアです。この放送はボランティアです。それでは、ファイナルメッセージいきましょうね。ファイナルメッセージ。ヒコさん、家が放火されても犯人許せますか？許した方がいいですね。許した方がいいです。はい、秘密のお魚さん、おはようございます。暑くないの、涼しいですよ。とても涼しいです。ファイナルメッセージ、アメン。皆さん、私も以前は敵意があって人を憎んでました。まあ、実は父親を憎んでましたけど、父親が酒乱で DV で父親を憎んでましたけど、クリスチャンになって許しました。そしたら父親を愛せるようになり、仲良くなって、結果的には父親もイエス様を信じました。皆さん、敵が自分を苦しめ、相手を苦しめます。この世の問題は悪魔の心、罪の心、敵が世の中を悪くしています。その敵を葬り去るためにイエス様は十字架にかかったと書いてあります。十字架は敵を葬り去る、十字架は敵を葬り去る。つまり私たちは罪を悔い改めてイエス様を信じるなら、罪を悔い改めてイエス様を信じるならば、私たちの心から罪が、なくなり、敵意がなくなり、憎しみがなくなり、私たちは平和に生きることができます。自分の心も平和ですし、また自分の周りの人とも平和を作れます。皆さん、これがキリスト教です。これが福音です。ヒットさん、すぐカッとなるのはどうすればいいですか？悔い改めるんです。ヒットさん、私の心から短気を取ってください。私の心の、カチンとくる敵を取ってくださいと熱心に祈るんです。熱心に祈って、もしカチンと来た時は悔い改めるんです。イエス様、ごめんなさい、カチンと来ました、ごめんなさい。私も昔はそうだったんですよ。昔はですね、カチンと来たことがあります。でもだんだんなくなります。カチンと来るとですね、自分も嫌ですよね。自分も嫌です。ですからぜひ皆さん、すべての人ですよ、すべての人が敵を捨てる必要があります。そうすれば、自分も幸せになりますし、社会も幸せになります。家庭も幸せになります。皆さん、そのような生き方、敵のない生き方、
そして神の愛で生きる生き方、神の愛で生きる生き方、これがとても大事です。皆さんに必要なことです。ヒロさん、私の心からカチンと来やすい敵を取ってください。穏やか朗らかにいさせてください。アメン。池本さん、その罪というものは、本当になくなっていくんです。本能だから仕方ないと言わないでください。罪はですね、イエス様によって清められます。手の、そうですね、じゃあ祈りましょうね。招きをしましょう。ああ、私の中に敵がある、敵を取ってほしい、イエス様によって敵を取ってほしい、差別を取ってほしい、カチンを取ってほしい、そう思う方は、悔い改めてイエス様を信じましょう。そういう人はアメンと言ってください。アメン、アメン。ヒロさんのようにカチンを取ってほしい、カチンを取ってほしいと思う方、アメン、アメン、アメン。ホスト遊びやめられません。沙織さん、ね、イエス様にね、ホスト遊びやめたい、ホスト遊びやめたいって一生懸命祈れば、イエス様がやめさせてくれますので、ぜひ、イエス様を信じて、祈ってみてください。祈ってみてください。天のお父様、あなたは本当に良い方、素晴らしい方です。あなたは、私たちのために死んでくださいました。どうぞ今アメンと言った方々の心から敵意がなくなりますように、怒りがなくなりますように、憎しみがなくなりますように、どうぞイエス様、彼らの心を清めてください。イエス様の血潮によって清めてください。聖霊を送ってくださり、その聖霊によって今アーメンと言った方々の心の中が清くなりますように、敵意がなくなり、憎しみがなくなり、カチンがなくなり、どうぞ人と平和を保ち、人を愛したい気持ち、悪い人に対しても、悪い人に対しても助けてあげたい、優しくしたいという、そのような神の愛を与えてください。聖霊に満ち、聖霊に満ち、人の心が見えるように、また自分の心が見えるように、そして神様の御心が見えるようにしてください。霊的に明るくなりますよ。霊的に明るくなり、悪霊が出てきますよ。悪霊が出てきいますように、悪い心がなくなりますように、イエス様の血によって、イエス様の血によってリスナーの心が清くなりますように、清くなりますように、洗ってください。あなたの血で洗ってください。私たちの心を洗ってください。洗ってください。清くなりますように。私たちが、怒らなくなりますように、憎しみがなくなりますように、妬みがなくなりますように、妬みがなくなりますよ。穏やかな心、柔和な心、寛容な心、誠実な心となっていきますように。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。リスナーを祝福してください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん、今日はね、本当にそういう気持ちで会いましょう。敵を捨てる一日、敵を捨てる一日、皆さん日々ですね、日々いつでもそういう気持ち、ね、何かあったらすぐ許して、何かあったら愛を示し、何か人と接したら優しくしてください、ね、誰に対しても優しくしてください。イエス様は全ての人を愛しているのです。イエス様は悪い人も愛してるんです。
そういう気持ちで一日を過ごしましょう。それではまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。ありがとうございました。シャローム。良い一日を。シャローム。シャローム。良い一日を。シャローム。